何が起こるのか大谷翔平、ナリーグ MVP 争いに新展開が。米メディア、アクセルを踏み綴れば、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は、今季も圧倒的な成績を残しており、ナショナルリーグ MVP の筆頭候補に挙げられている。しかし、一時は怪我で離脱したフィラデルフィアフィリーズのブライス・ハーパー内野手も追い上げを見せており、MVP 争いから目が離せない。米メディア、スポーツキーダのジェアード・ブルー・ミーブルーム記者が言及した。 大谷は112試合に出場して打率点302、本塁打34、打点81。ハーパーは99試合に出場して打率点274、本塁打25、打点69の成績だ。この二人はシーズン終了後、ナショナルリーグ MVP を掲げて戦うことは間違いない。フィリーズの全 GM であるルーベン・アマロジュニア氏は、MVP 候補に関しては、あの二人に絞られると思う、と見解を述べている。 実際に MVP 獲得のオッツは、1位が大谷で2位にハーパーが続いている状況だ。大谷を追うハーパーについてブルーム氏は、ハーパーには、まだポストシーズンに向かう前の試合がたくさん残っているので時間はある。彼とフィリーズがアクセルを踏み続けることができれば、何が起こるかわからないと言及した。